すみません、空腹が限界だったので。あなたが選んだフルーツトマトはとても甘みがあって美味しいですよ。今日はどんな日でしたか？教えてください、あなたの一日を。ずいぶんと慌ただしい一日だったんですね。お疲れ様です。よく頑張りました。あまり可愛いことを言うと抱き上げてベッドに連れて行きたくなってしまいますよ。なあ、それともバスルームに行きましょうか。浴槽の掃除も完璧ですし、たまには二人でのんびりと湯に浸かりますか。俺とバスタイムを共にするのはまだ恥ずかしいですか。では暗くして、ジンが作ったアロマキャンドルでも灯して入るのはいかがですか。いえ、もうすでにあなたのことは全て見ているのになと思ってしまって。このくらい頬が染まっているときは、あなたの全身の肌もうっすらと赤いんですよ。知っていましたか？やばいな、死ぬほど可愛い。このまま頭を撫でてくれますか。どんな音楽よりもこの音が好きだ。永遠に聴いていられる。こんな風に甘えきっている自分なんて想像したこともありませんでした。すべてをあなたにさらけ出して降伏している気分です。俺も嫌じゃありません。あなたのことを愛しています。だからどうか俺の全てを。